できるだけ近寄りたくないとはいえ、仕事や学校などの関係でどうしても関わらなくてはいけないなんてことは少なくないかと思います。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。かんちゃん住職の書籍、魂見合い、開運、そして香りのある日常ということで、邪気払いや先祖供養などにお使いいただける白檀の線香、四五香、ただいま絶賛発売中でございます。これらお求めの方は概要欄をご確認くださいませね。突然ですが、皆様の周りにこの人腹黒いなぁなんてね、感じられるような方いらっしゃいますでしょうかね。実はそういう腹黒い人たちには無意識に出てしまっている共通な特徴なんてものがございます。この特徴を頭に入れておけばね、この人信用していいのかなぁ、どうなのかなぁなんて思った時に一つの判断材料にはなると思います。人間関係において少し計算高かったり、相手によって距離感が違ったりするのは分かりますけれども、その態度があまりにも度を超えているようですと、腹黒い人と思われてしまいかねませんよね。そこで今回は、腹黒い人ほどやっている無意識の特徴というテーマでね、お話しさせていただこうと思っております。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、それでは今回もですね、こちら四五香を一本炊きまして、お話を始めさせていただきたいと思います。では行ってみましょう。一見するととてもそのようには見えなくてもね、心の中では何か悪巧みをしている、そんな腹黒い人って世の中には結構いるのかもしれません。そして自分自身も気づかないうちに腹黒い人になっている可能性だってございます。そんな腹黒い人と世渡り上手な人、実はね、これ紙一重なのかもしれませんよね。ただ腹黒い人のイメージというのは基本的にネガティブなイメージが強いですよね。腹黒い人に騙されないように、腹黒い人になり下がらないようにね、腹黒い人が無意識にやっている特徴について5つご紹介させていただきたいと思います。腹黒い人でやっている無意識の特徴5選、1つ目は他人をコントロールしようとする。腹黒い人というのは自分の思い通りに話を進めるのがとっても上手です。所有欲や競争心が強くて自己中心的、自分が正しいという意識が強くてマウントを取って人を支配しようとしてきます。物事を決める時も自分にとってどちらにどうすればいいのかといってね、判断がそれを決めるのも早くて、そちらの方に話を持っていくのもこれ得意な方でございます。一見お互いに利益ありそうな感じで話を進めてくるんですけれども、最終的には自分の方が得をするように考えていることがほとんどでございます。まあもちろんね、大なり小なり誰しも自分のことを考えて行動するもんでしょうけれども、腹黒い人っていうのはね、これ自分さえ良ければそれでいいという気持ちが強い自己中心の人なので、自分さえ得をするならたとえ相手の人が損をすることが分かっていたとしてもね、持ち前のトーク力で相手を支配するように仕向けてきます。頭の回転が速い腹黒い人というのは話術に長けていて、世渡り上手という特徴がございます。なので仕事もできる、人からも好かれやすいように見えるようにね、それで仕向けることができるんですけれども、その根底には周りの人から信頼を勝ち取っているという大前提がございます。詐欺師とは騙しのプロではなくて信頼させるプロなんて言葉もありますようにね、腹黒い人というのは自分のいいように人をコントロールしようと考えております。そのためにはまず周りの人から信頼を勝ち取って、物事を自分の都合のいいように動かそうとしてきます。理屈を並べて相手を言い負かすのが得意で、もうそれをね、快感と思っている腹黒い人がいるようでございます。そういうタイプの人と言い争ったとしても、これは拉致が明けません。相手の術中にはまらないように、感情的にならないように注意して付き合うようにいたしましょうね。腹黒い人ほどやっている無意識の特徴5選、2つ目、与えるふりをして奪う人。これもまさに自分さえ良ければそれでいいと思っている人の典型的な性格でございます。一見親切で人のことを考えているお世話好きなんですけれども、そのお世話をすることの見返りを求めてくる人でもございます。ギブアンドテイクの人なので、下手に関わっていくとね、自分のエネルギーが根こそぎ奪われてしまうことになります。何せ腹黒い人に共通する特徴が、話を誘導するのがうまいということが挙げられます。一つ目にご紹介した特徴、他人をコントロールしようとすると被るような内容なんですけれども、さりげなくね、自分に都合のいいように話を進めたり、話がうますぎてずるいなぁなんて感じるような人っていうのは、プライベートの恋愛とか公のビジネスの場でも仲間を犠牲にして自分に有利になるように立ち回ろうとしてきます。なんだか誘導されてるような感じがするなぁと言って感じられたら、その人とは少し距離を置くようにいたしましょう。腹黒い人にとって人間関係は対等ではございません。
ジャイアン気質で人のマウントを取ってね、自分が有利な立場にいるのが普通だと思っておりますので、自分が下手に出ることはございませんし、何か人に与えるのはその見返りを考えてのことでございます。逆に言えば、見返りがないものに関してはもう全く見向きもしないことでしょう。我関せずでございます。悲しいから、こういう人っていうのは社会的に地位が高い人に多い特徴でもあります。そういう意味では、相手の立場とかその地位に惑わされないようにしてね、その人が何を語って、どういう考えがあって行動しているのか、冷静に判断する目を養っておきましょうね。腹黒い人ほどやっている無意識の特徴5選、3つ目、他人の気持ちを踏みにじる。他人の気持ちや立場を理解しようとしない腹黒い人っていうのは、他人のことはどうでもいいと心の中で思っておりますので、無意識的にね、その相手を踏みにじるようなその態度や行動をとっていることがございます。具体的には、自分の本心とは全く全然違うようなことをね、もう平気で口にするといった特徴がございます。自分が普段思っていることと正反対のことを平然と言える人っていうのはね、これ皆さんの周りいらっしゃいませんでしょうかね。公の場で本心とは真逆のことを平然と言える人の心理にはね、自分に対する周りからの評価が気に合っているんだと思います。場合によっては、自分が置かれたその今の状態から逃れたいといったね、防衛的な心理が働いて自分自身を守ろうとしているんだと思います。嘘も方便と申しますけれども、嘘と方便は全くこれ違います。方便というのは、物事を円滑にするためだったりですとか、人を導くための方法論ということもありますけれども、嘘は嘘でしかありません。完全に自分の保身のためです。自分の保身のためなら、自分の心の中で思っている本心とは真逆のことをね、もう平然と平気で言えてしまって、人の気持ちを平気で踏みにじってまいります。そして嘘は泥棒の始まりです。泥棒は犯罪です。平気で人の気持ちを踏みにじれるような犯罪者というのは、腹黒要素が高いと言えます。実際にはいいとは思っていなくてもね、自分が有利になると思えばいい顔ができる八方美人の要素もございます。本音と建前を上手に使い分けているといえばそうなのかもしれませんけれども、それで人の気持ちを踏みにじれるという道理はどこにもありませんよね。人が傷つくことを平気で言ったり、人の心にズカズカと踏み込んでくる、そんな人の気持ちは分からない人、いや分かろうとしない人というのは、自分の気持ちこそが最優先で、周りの人から気遣われるのが当たり前だと思っている腹黒い人ですので、その人にあなたの気持ちを踏みにじられたという経験があったりですとか、それでいて謝罪もなく平気な顔をしているような人っていうのは、腹黒い人認定でございます。まあ、相手によってコロコロと態度は変わりますので、客観的に眺めていたらね、それはわかると思います。腹黒い人というのは、自分と相手の間にこの優劣をつけた上でね、自分より格下の相手には冷たくあしらったり、一方で格上の相手には愛嬌を振りまいたりしております。こういった態度の使い分けを続けている人っていうのは、いずれ周りから人が離れていく末路をたどることになります。腹黒い人でやっている無意識の特徴5選、4つ目、自分のキャラを作っていてプライベートを明かさない人。腹黒い人の特徴として多く見られますのが、自分の私生活を隠そうとする人でございます。会社など公の場にいる時というのはキャラを作っていて、不思議と生活感がなかったりですとか、普段のプライベートの顔を隠したがる人っていうのは腹黒認定でございます。普通一般的には、お家にいる時と会社にいる時でね、この自分のキャラが多少変わることはあるとは思いますし、講師のスイッチを切り替えるっていうことは、これ大切なことでもあると思います。ただ人付き合いにおいて、必要以上にぶっとい線を引いているような人には注意が必要でございます。自分がそう感じるなら、少なくとも自分の感覚とは違う感覚で、その相手はね、こう一線を引かれている人なんだろうと思います。完璧な人なんてこれどこにもいないはずなのに、職場など公の場ではね、完璧な自分を演じている可能性がございます。何もね、自分の劣っている部分を公に晒していきましょう、見せていきましょうっていうんじゃなくて、自分の完璧じゃない面を隠し通そうとしているならば、それは腹黒い人の傾向があると言えます。ただここまでご紹介した3つの特徴は、相手を傷つけたり嫌な思いをさせて周りに悪影響を及ぼす腹黒い人の特徴だったのに対しましてね、今回この4つ目はその本人の中の腹黒認定でございますので、周りにいる人がそこまで注意する必要はないんですけれども、ただ一点気をつけておきたいことはね、その腹黒い人がいる場所や関わる相手によっては、急にスイッチがポーンと入りましてね、いわゆる二重人格的に今まで見たこともないキャラへと変貌する可能性がございます。
よく世間で有名な人が凶悪犯罪に手を染めていたなんて事件が報道されますとね、その犯人のことを昔からよくする周りの人たちというのは、そんな人じゃなかったのになんてね、驚愕なさっていることも珍しくありませんよね。公とプライベートでスイッチの切り替えが誰しも必要なことではあるんですけれども、変に自分のイメージを作ってね、キャラクターを演じている場合、その人の中で何かが弾け飛んだ瞬間、悪魔に変貌する恐ろしさを備えていると言えるでしょう。腹黒い人にはね、いろいろなパターンがございますので、こういう特徴があるということもね、ぜひ押さえておきましょうね。腹黒い人ほどやっている無意識の特徴5選、5つ目、自分のパターンを持っている図太い人。本当に腹黒い人というのは、ちゃんと周りに悟られないように腹黒さの自分のパターンを持っていたりもいたします。この人は本当に厄介なタイプで、最後まで誰にもね、気づかれることなく、決して無理をしない人でございます。自分が不利にならないように自分の懐の中だけで行動できる人でもありますから、いわば賢く振る舞える理性的な腹黒さの人だと言えます。ただしこのタイプの人というのは、付き合いが長くなれば長くなるほど、勘が鋭い相手にはね、自分のパターンが読まれ出してしまって、自分の腹黒さがバレることもあるでしょう。要は狼少年みたいなイメージを持たれて、人が離れていってしまう末路を迎えることがございます。なので基本的には人間関係の付き合いが短くなりがちだと思います。短くなりがちと申しますのは、燃え尽き症候群のようにね、一時はとっても仲良く深く付き合っていたはずなのに、気づけば全く連絡を取り合うこともなくなっていたみたいなことがある人というのは、自分の腹黒さがバレる前にね、離れていた可能性も考えられます。こうした図太くて賢い腹黒さんには、素直な人ほど騙されやすいと言えます。自分のパターンをしっかり確立している腹黒い人の特徴としましてはね、人脈を作りたがるということがございます。深く人と付き合えばね、自分の腹黒さがバレてしまう可能性がありますので、できるだけ浅く広くね、人付き合いをしてこようとしてきます。そして素直な人を利用しながら、自分に有利な人脈だけで周囲を固め出します。そしてそういったね、素直な人たちを目の前にしてね、例えば SNS などのフォロワー数を自慢したりとかね、有名な経営者などとのつながりを自慢してきたりするといった特徴がございます。あとこれはね、女性の腹黒さんに多い特徴なんですけれども、やたらと異性の友達が多くて、同性の友達が少ないといった傾向もあるでしょう。一見社交的で多くの友達に囲まれているように見えるんですけれども、深く付き合っている人はほとんどいません。親友という存在を必要としておりませんので、あえて作らない傾向にあると言えるでしょう。そして何より自分にとってのメリットデメリットを重要視しておりますので、自分の好感度を操作して計算高い様子が見えたとしたらね、完全に腹黒認定でございます。必要以上にこの周りを気にしすぎる傾向がございますので、そういう人が気になったとすれば、その人をね、しっかりと注視しておきましょうね。ということでまとめ、腹黒い人ほどやってる無意識の特徴5選、1つ目、他人をコントロールしようとする。2つ目、与えるふりをして奪う人。3つ目、他人の気持ちを踏みにじる人。4つ目、自分のキャラを作ってプライベートを明かさない人。5つ目、自分のパターンを持ってる図太い人。以上5つ、腹黒い人の特徴についてご紹介させていただきました。こうやって考えてみますと、実は腹黒い人っていうのは意外と短い存在するものかもしれませんよね。できるだけ近寄りたくないとはいえ、仕事や学校などの関係でどうしても関わらなくてはいけないなんてことは少なくないかと思います。そこで腹黒い人との上手な接し方、対処法についてね、ご提案させていただきたいと思います。では行ってみましょう。腹黒い人に勝つ上手な付き合い方3選、1つ目は、まずは話を聞いてみる。自分勝手で腹黒い人ほど、自分がやりかけていることを途中で邪魔されますとね、もう急に機嫌が悪くなって怒り出してくる可能性がございますので、まずは相手の話に耳を傾けてみる、そういった姿勢を意識しますと、スムーズにコミュニケーションが取り合えるかと思います。ただ相手が自分勝手に間違ったことをルール述べてくることはございますので、途中から聞き流しながら、まあ、それでも一通りね、話をさせてあげた上で、相手を刺激しないようにやんわりとね、自分の意見を伝える、そんなイメージで会話されたらよろしいかと思います。腹黒い人に勝つ上手な付き合い方3選、2つ目、悪口には絶対に乗らない。腹黒い人というのは、自分と同じ意見の仲間を集めてグループを作ることでね、人を利用しようとする傾向がございます。そうやって仲間意識を強めたところで出てくるのが人の悪口。もし誰かの悪口を言い出した時というのは、自分も仲間だと認定されそうになっているか、すでに仲間認定されている状態だと思われて間違いないかと思います。
その上でその人の言っている悪口に乗っかってしまったとすればね、あなたのことを正式な仲間として認定してくるはずでございます。その人の中で正式に仲間認定されてしまったとすれば、その輪の中から抜け出るのはこれ至難の業と言えますよ。簡単に抜け出ることができなくなってしまいます。それこそ LINE グループなんかの申請が届いてね、負のエネルギーが充満する輪の中で関わり合わなきゃいけなくなってしまいます。もしね、既読しないで無視しておけばね、なんでチェックしないのとかね、強要されだします。もう付き合うのがめんどくさくて、そのグループの輪から抜け出ようとしたら、なんで抜けるのなんて言って、今度は目の敵のように恨みの矛先が自分の方に向いてしまうことになるでしょう。そうなってしまってはこれ元も子もありませんので、もう変にね、仲間意識を強要されたりですとか、誰かの悪口に同意を求めてくるようなことがあったとすれば、へえそうなんだ、私は聞いたことないけど知らないけどなんとか言ってね、絶対同意などせずに受け流し続けるように頑張りましょう。腹黒い人に勝つ上手な付き合い方3選3つ目は、つかず離れずの関係を意識する。この人腹黒そうだし、自分とは価値観がなんだか違って、自分とは馬が合わなさそうだななんて思われたら、つかず離れずな最低限の関係を意識して付き合うようにいたしましょう。仕事とかね、学校の授業などで関わるような時っていうのは、当たり障りのない話で終了でございます。その人とは深い話はできない相手ですので、自分の自慢話とかね、自分の都合ばかり言ってくるような人っていうのはこれ要注意人物ですから、普通に挨拶を交わす程度、どうしても確認しなきゃいけない仕事の内容とかね、本当に最小限の関わり合いの中での付き合い方を心がけるようにいたしましょう。自分がね、これ本当に思っていることとか、あるいは自分のプライベートなどね、必要以上の話はこれ絶対に禁句でございます。自分が話したことがね、これどんどん人を介して尾ひれをつけていって、全然違う内容としてみんなに伝わってしまう危険性がございます。そして食事なんかもできるだけ一緒にしないことを決められてね、しっかりと腹をくくってガンとして実践していかれたら、そのうちその相手はね、これ離れていくはずでございます。要は相手に仲間意識を持たせないことがポイントになります。あくまで職場だけでの付き合い、学校や習い事教室の中だけでの付き合い止まりですからね。職場や塾などの習い事っていうのは、そもそも友達を作りに行く場ではないですからね。つかず離れずの関係を守るようになさってください。ということでまとめ、腹黒い人に勝つ上手な付き合い方3選1つ目は、まず話を聞いてみる。2つ目、悪口には絶対に乗らない。3つ目、つかず離れずの関係を意識する。以上3つ、腹黒さんと上手に付き合うための方法でございました。ぜひ参考になさってみてくださいませね。では最後に、そんな腹黒さんってもしかして自分自身のことかもなんてね、ドキッとされた方へ、腹黒い自分を卒業するための方法についてね、いくつかご提案させていただきたいと思います。腹黒い自分を卒業するための方法3選1つ目は、腹黒いことで起こりうるデメリットを知る。腹黒いことでどんなデメリットがあるのかということをね、しっかり認識しておくことが大切でございます。まず仲の良かった友達がどんどん離れていって、最後は自分一人孤独な日々を過ごすことになってしまいます。それはどうしてかと申しますと、腹黒さんは信用できないからです。重要な仕事を任されることもなくなるでしょうし、信頼できるパートナーとの出会いもこれ夢のまた夢でしょう。まともなパートナーと付き合ったとしましてもね、その相手はあなたの元から離れていきます。もし長く付き合うようなパートナーだった場合、その相手のパートナーさんもね、腹黒さん認定かと思います。奇跡的に聖人君子のようなパートナーさんと出会ったとしたらね、ちゃんとそのパートナーさんが教えてくれる指摘に耳を傾けるようにいたしましょう。そして改善することができれば、その素敵なパートナーさんと長く一緒におられることと思いますよ。でも基本的に何か問題が勃発したとすれば、腹黒さん得意分野でね、全てを相手のせいにするでしょうから、早かれ遅かれ素敵なパートナーを失うことになるでしょう。もし自分で自分は素直じゃないなぁなんて思う方はね、誠実に相手の人と向き合う意識を大切にいたしましょう。その誠実な意識があなたの素直な心を芽生えさせてくれるかと思います。自分は素直じゃないなぁ、人が離れていくなぁ、これはまずいなぁなんて本気で思えたとすればね、そこからが魂磨きのスタートです。今の自分を放置しておかないで、諦めないで、しっかりと現実と向き合ってね、人生肯定させていきましょうね。腹黒い自分を卒業するための方法3選2つ目は、相手の立場と自分の立場を入れ替えてみる。
腹黒い人は自己中ですからね、人がどうなろうと心配したり人のことを考えるなんてことはございません。そこでもし自分がその相手の立場だったらどう思うだろうか、どうするだろうか、相手の気持ちをおもんぱかるその意識を大切にしてみましょう。自分の性格の悪さが原因で相手を苦しめていることに気づけるかもしれませんよ。自分がされて嬉しいことはお友達にもしてみましょうね。自分がされて嫌なことはお友達にしちゃダメだよね、なんていうのはね、これ園児でも知っていますよね。それは大人になっても当然同じことでございます。自分がされたくないことを相手にしないように意識するようになさればね、それが結果的に腹黒い性格の悪い自分をね、もっと自覚するようになるでしょうし、そうなれば自分の言動も改善されるきっかけになることでしょう。皆様ね、人の性格って変えられないように思うかもしれませんけれども、そんなことはございません。人には癖っていうものがありますよね。その癖って普段からの生活環境で身についていくもんだと思うんですけれども、この癖には良い癖と悪い癖があるもんだと思っております。例えばもともと挨拶しない子がね、顔を合わせるたびに挨拶を徹底させていくことで挨拶が癖づいて、いつでもどこでも挨拶する子になるもんでございます。これが良い癖づけだとしたら、何かをやったらやりっぱなし、物を使ったら使いっぱなし、脱ぎっぱなし、親やパートナーとかこの周りにいる誰かが片付けてくれるような環境で生活していたとすれば、そんなね、生活習慣が自然と悪い癖づけとして身についてしまうことになります。そんな悪い癖が身についてしまってはね、このビシッとしなければいけない場面でも締まりのない幼稚な行動をして恥ずかしい思いをしなければいけなくなると思います。ただしね、一度身についてしまったそんな悪い癖があったとしましても、意識して行動を繰り返していくことで、その身についてしまっている悪い癖もね、もう自分で改善することができるもんでございます。そして逆もまたしかりですからね、良い癖が身につくような普段の生活習慣がとても大切になります。どうせなんつってね、諦めちゃいけませんし、行動の癖とかパターンがその人の性格になりますので、もし性格がいい人ならこういう時はどうやって行動するのかということを想像しながらね、まあ、もし見本になるような人が近くにおられたら、ぜひその人を参考になさって、自分自身で良い癖づけができるように実行なさってみてくださいね。それを重ねていくことで、だんだんと性格の良い自分になっていくはずでございます。腹黒い自分を卒業するための方法3選3つ目は、偏見を持たず自分の言動を振り返る。あいつは存在が気になる、なんか気に食わねえな、なんとか貶めてやる方法はないだろうかな、なんてね、腹黒い考えが浮かんだとしたら、なぜ自分はそう思ったのか自問自答をするようにしてみましょう。例えば自分よりも給料が高い人を見るとイライラするのはなぜか、それは自分の今のお給料に満足できていないということに気づけるかと思います。つまり人に対するネガティブな感情というのは、自分が抱えている不満に直結していることが多いので、そこが理解できればね、気持ちの収め方とか、あるいは改善点が見つかりやすくなると思いますよ。そうやって定期的に自分の行動を振り返りながら自己改善につなげてまいりましょう。改善するための具体的なアクションとしましてはね、日々の行動を日記とかメモに記録したりですとか、客観的に自分の言動を振り返って改善すべきところは改善する、積極的に努力していきましょう。こういう意識を持てるところにもっと自己認識が深まりだして、自分自身の成長にもつながってまいります。あとね、自己反省なさるときに注意していただきたいのが、偏見を持たずに客観的に俯瞰して自分の言動をジャッジしていただくことでございます。事実に基づいて判断するということですよね。腹黒の自分は得てして自分目線で相手を目の敵にしがちですから、そういう視点で自分の言動を振り返ってみたとしてもね、何の反省にもならないし、自己成長するための改善点が見つかるわけがございません。それではとてももったいないので、偏見を持たずにフラットな視点で自分の周りの人との人間関係を見直して、より良い人間関係を築き上げていただきたいと思います。ひいてはその姿勢が魂レベルを上げるためにも必要な行動でもありますからね。ということでまとめ、腹黒い自分を卒業するための方法3選1つ目、腹黒いことで起こりうるデメリットを知る。2つ目、相手の立場と自分の立場を入れ替えてみる。3つ目、偏見を持たずに自分の言動を振り返る。以上3つ、腹黒い自分を卒業し、さらに素敵な自分へと成長するための方法についてご紹介させていただきました。ということで今回は人間関係において腹黒い人の特徴をご紹介させていただきましたけれども、皆様の周りに思い当たる人いらっしゃいましたでしょうかね。もしおられたら、その人とは適当な距離をとって、つかず離れずの関係を意識なさったらよろしいかと思います。
またビジネスの世界においてはね、腹黒い人の方が早い段階で成功して結果を出していく傾向にあるようですけれども、周りの人からの信頼を得られずしてトップにまで上り詰めることはできません。それに効率重視の腹黒さんっていうのは自分が得をすることだけを考えておりますので、プライベートでも周りの人から敬遠される人になり下がっていきます。そして今回ご紹介した特徴にもし自分自身が当てはまっておられたという人はね、損得を気にしすぎないように注意しておきましょう。そして自分の目の前におられる一人一人とのご縁を大切になさっていただくことでね、これまで以上にこの密度の濃い人間関係を築いていかれるものと思います。そこに本当の幸せがありますからね。はい、ということで今回の話は参考になったようと思います。そこのあなた、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そしてただいま守護校キャンペーンを開催中でございます。イエイ。そんな守護校キャンペーンとは何ぞやと申しますと、守護校こちらをご購入していただきまして、守護校の画像と守護校の使用感などのご感想を添えて、あなたがお使いの SNS にご投稿いただきたいと思います。ご投稿いただいた方の中から抽選で見事に選ばれた方には、私が用意した豪華なプレゼントをねお届けするというのが守護校キャンペーンでございます。キャンペーンのご応募方法としましては、インスタグラム、フェイスブック、旧ツイッターの X など、あなたがお使いの SNS にご投稿いただければそれで OK でございます。そして投稿する際に、守護校のこの画像と、ハッシュタグ守護校、ハッシュタグかんちゃん住職をつけて投稿してくださいね。このハッシュタグ守護校かんちゃん住職の2つが記載されておりませんと、せっかくご投稿いただいてもね、私の方で見落としてしまう可能性大でございますので、忘れずにハッシュタグ守護校、ハッシュタグかんちゃん住職をつけてご投稿してくださいませね。そしてご投稿が終わったら最後にプレゼント応募のエントリーをなさって完了でございます。詳しくはね、概要欄をご確認くださいませね。ところで、どんなプレゼントがあるのか発表させていただきたいと思います。1つ目、極陽書。これは今は亡き親先祖をはじめとする個人に対しまして、エコー供養の誠を捧げたいと思います。いわゆる法要を執り行わせていただきます。2つ目、ご祈祷書。これはあなたが願っている願い、祈りに対しましてご祈祷を執り行わせていただきたいと思います。この極陽書、ご祈祷書に関しましては原則オンラインをつないで執り行います。ただし、もしここ新城寺にご来寺くださるということであれば、私とこの日時を合わせましてね、新城寺の本堂にて年頃に執り行わせていただいてもよろしいかなというふうに思っております。では3つ目、お悩み解決書。これは3名の方を1人ずつ個別でね、日時を合わせてお悩み相談を受けたまわりたいと思います。これも基本 Zoom などを使って行う予定なんですけれども、新城寺にご参拝いただけるということであれば対面で受けたまわらせていただこうとも考えております。続きまして4つ目はステッカー書。このステッカーというのはお守りとしての意味合いも強いので、私が心を込めてご祈祷させていただいたステッカーを5名様にプレゼントさせていただきたいと思います。で、最後5つ目はお守り書でございます。新城寺で頒布させていただいている私こだわりのお守りを限定5名様に、魂入りをしたお守り様をご郵送させていただきたいと思います。以上5つの書をご用意させていただいております。また今回ご応募いただいた参加者全員プレゼントとしましては、かんちゃん住職の秘密の講演会にご招待させていただこうと思います。これは今回ご参加くださった皆様にね、ご招待させていただきたいと思っております。どうせ選ばれないからいいやーなんつってね、もうご購入いただいたのに投稿しないのはこれもったいないことでございます。ハッシュタグをつけて画像を投稿していただければ応募者全員にご案内申し上げますからね。さて、この動画の概要欄を見ていただきますと、参加者全員プレゼント付き期間限定の守護校キャンペーンはこちらという書いたね、そういった文言がございます。その下の方に URL が貼ってございます。そちらをポチッとクリックしていただきますと、守護校キャンペーンのページにシュンと飛びます。そのページの中にスペシャルな商品をゲット、今すぐエントリーするというバナーが画面の下部に付いております。そこをポチッとクリックしていただきますと応募ページになりますので、お申し込みに必要なお名前、連絡先などね、必要項目に従ってお申し込みを完了なさってくださいませね。このキャンペーンは7月末までとなります。この応募方法は原則各種 SNS へのご投稿となります。皆様のご応募ね、心よりお待ち申し上げております。詳しくは概要欄に載せておりますので、概要欄ね、この動画を見終わった後ぜひでチェックなさってみてくださいませね。それでは本日もですね、こちらテノリンの響きを持って皆様と失礼させていただきたいと思います。皆様に幸多かれと願って、響かせていただきますね。では参ります。
はい、それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。